パオロ・ボルセリーノは、イタリアの裁判官。友人のジョバンニファルコーネチアンハンジラと共に、マフィア撲滅に向けて活動していたが、ファルコーネがマフィアに暗殺されてから2ヶ月余りの地に、車に仕掛けられた爆弾により暗殺された。1940年1月19日、パレルモ市内の貧しいチクラカルサの中流家庭で、生まれた。パレルモ大学で法学を学び、 1962年に優秀な成績で卒業した。1963年、父、ディエゴの死後、裁判官試験に合格した。翌年より、シチリアの各都市にて勤務した。1968年に結婚した後の1975年に、彼は、ロッコ・キンニーチともに地元であるパレルモへと戻ってきた。そして、その地において、 自身の未完の仕事であった勢力を拡大中のシチリアマフィアとの戦いが始まった。1980年、ボルセリーノは6つのマフィアファミリーの構成員を逮捕することを含む成果を挙げた。だが、同年、彼の仕事仲間であったカラビニエル隊長、エマヌエーレ・バジーレがマフィアにより暗殺された。この事件以後、ボルセリーノにも警護がつけられることとなった。 そのような事件があったが、彼は、同じ治安判事のファルコーネと、キンリーチらと共に、マフィアについて、シチリアとイタリアでのマフィアの、政治的・経済的コネクションについての調査をし続けた。だが、1983年、キンリーチが彼の車に仕掛けられた爆弾により、暗殺された。キンリーチの死後、ボルセリーノは、アントニーのカポンネットによる、アンチマフィアプールに参加した。 1986年、ボルセリーノは、マルサーラのプロクレの長官となり、彼の担当区域内であり、マフィアが多く潜む町、トラーパニにおいて、マフィアボスたちへの個人的な反マフィア運動を続けた。また、パレルモにいたファルコーネの協力もあり、彼はシチリア西部での調査活動を行うことができた。1987年に、カポンネットが病気により、 アンチマフィアプールのリーダーを辞任すると、ボルセリーノは指名されなかった友人のファルコーネに代わって、大抗議運動のリーダーを引き継いだ。1992年、5年間にわたるマフィアとの戦いの末、ボルセリーノは、親友、ファルコーネが暗殺されてから2ヶ月余り後の7月19日に、パレルモノビアダメリオにて、自動車に仕掛けられた爆弾により死亡した。この暗殺において、 護衛していた警官ら5名が命を落とした。ボルセリーノとファルコーネ両判事は、反マフィア裁判での彼らの努力を評価されて、2006年11月13日、タイム氏の過去60年間のヒーローに選ばれた。彼は、最後となったテレビ局の取材において、1992年5月21日、インタビュアーのジャンピエール・モスカルドとファブリツィオ・カルビに、マフィアと、 裕福な実業家、例えば後に首相となったシルビオベルルスコーニとマフィアとのつながりの可能性について語った。このインタビュー映像は不可解なことにイタリア国内のテレビ局で放送されることはあまりなかった。2007年現在までにそのインタビュー映像はオリジナル版で50分のところを30分に編集されて2000年に衛星チャンネルのライニュース24において たった一度だけしか放送されなかった。シチリアのコルレオーネ・マフィアのボスであるトトリーナはボルセリーノとファルコーネ暗殺を含む多くの罪を犯した結果終身刑に服していたが2017年11月17日獄中で病死した今日ボルセリーノは1980年代から90年代にかけてマフィアの手により暗殺された。 治安判事の中で最も重要な人物の一人と考えられている。そして彼はハンマフィア運動を象徴する者の,のうちの一つとして人々の記憶に残っている。多くの学校及び公共施設は彼の名にちなんで名付けられた。また、パレルモ・プンタラ・イシ空港はファルコーネ・ボルセリーの空港と名を変え、地元の彫刻家であるトンマーズ・ジェラーチによる記念碑が建てられている。 妹のリタ・ボル・セリーノは2006年のシチリア知事選挙に中道左派で立候補、地域での予備選挙には勝利したが、現職のサルバトーレ・ガッファーロに敗北した。ありがとうございます。